マッシュー・トーマス・ベライルは、アメリカ合衆国テキサス州オースティン出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1998年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2003年8月14日にケント・マーカーとのトレードでシ、新シナキレッツへ移籍した。同年9月7日のセントルイス・カージナルス戦で、メジャーデビュー。2004年は、 メジャー出場がなかった。2005年からはメジャーに定着。2007年から2年間は先発に専念していた。2009年にコロラドロッキーズに移籍してからは再度リリーフに転向した。2011年にはすべてリリーフでの登板ながら自身初の2桁勝利を記録した。2012年はリーグサイタイの80試合に登板。2014年オフに FA となった。2014年12月3日にカージナルスと1年契約を結んだ。2015年11月2日に FA となった。2016年2月17日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。3月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は40試合に登板して0勝0敗、防御率1.76。 32奪三振を記録した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月3日にミネソタツインズと1年205万ドルで契約を結んだ。この年は62試合に登板。ブランドン・キンツラーの移籍後は、抑えも務め、2勝2敗9セーブ、防御率4.03、54奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。 2018年2月25日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。3月29日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。5月2日にリーフ、7日にマイナー契約で参加のトリプル a 級コロンバス・クリッパーズへ配属されたが、翌8日に FA となった。その後、5月16日に再びインディアンスとマイナー契約を結び、 トリプル A 級コロンバスへ配属された。6月11日に自由契約となった。2018年6月12日にツインズとメジャー契約を結んだ。オフの10月29日に FA となった。ありがとうございます。